それでは建築、20世紀前半の文化、建築、特徴ですけれども、まず1番目にですね、バウハウスを紹介したいと思います。まあ、バウハウス運動というべきなんでしょうね。ドイツの生まれた建築を中心とした分野における、潮流なんですけれども、端的に言うと、そこにあるように、建築における芸術表現と工業技術を融合させた、機能美を重視する、そういう建築思想であると。バウハウスっていうのは、その理念を実現するために作られた建築学校です。学校の名前がバウハウスですね。現在、校舎そのものが、ここに写真がありますが、これは世界遺産になっています。その建築や工業デザインですねっていうのは、その美しさっていうのは、いかにその製品が、機能と融合しているか、使いやすいかっていうことですね。それが実は、建築やそれから家具などですね、そういうものの美しさにつながっているんだと、こういう考え方です。で、実はその、バウハウスの考え方が、形になっているのは、もう今でもたくさんあるわけですけども、ちょっといくつか具体例を見ながらね、確認していきましょう。一番左のビル、これニューヨークにある、シーグラムビルっていうやつなんですけれども、これはバウハウスで、活動したミース・ファンデル・ローエという、建築家が、デザインしたものなんですけれども、今の我々が見れば何の変哲もない、普通の高層ビルなんですけれども、この何の変哲もないっていうのが当時としては新しかったわけですよね。つまり、建造物っていうのは、人に見られるために様々な装飾がついてるのが当たり前だったわけです。しかし、そんな装飾は一つもないですよね。ガラスと鉄骨でしょうか。それで作られていると。まさに、機能するために必要なもの以外は、徹底的に削ぎ落として作られたもの、それが、デザイン的な美しさを生み出しているというのは間違いないですよね。建築の、そのバウハウス運動の建築の、一つの例というふうに考えていいでしょう。それから、この考え方は家具の分野にも、広まってですね、これはそのバウハウスで活動した、建築家っていうか、デザイナーですよね。これが、デザインした椅子ですけれども、今ならば多分どこかで見るようなね、パイプと、布で作られた椅子ですけれども、こんな椅子なんてものは想像もできなかったわけですよね、昔はね、100年前は。そういうものを、工業化による大量生産の時代に、機能とその工業的な技術ですよね。これをうまく融合させて、機能美を生み出す。こういうふうなことに成功している作品じゃないかなというふうに思います。だから、こういうものは今でも買えるわけですよね。このバウハウスで生み出された家具っていうのは、今でも、一般的に売り出されています。ちょっと高いなっていうものもありますけどね。それから、工業デザインっていうと、筆記具なんかにもこのデザインは取り入れ、バウハウスのデザインは取り入れられていて、有名どころ一つ挙げれば、ドイツの有名な筆記具メーカーのラミーっていうのがあります。本部が、ドイツのハイデルベルクっていう町にあってですね、ハイデルベルクっていうのは、継承戦争で出てきたファルツ博、選定校でもありましたよね。あのファルツ博の居城があるハイデルベルク城、がある町なんですけれども、先ほど紹介したマックス・ベーバーが活動したハイデルベルク大学があったり、それからラミーの本社があったり、それから、今この講座をまとめているホームページを、が、ジンドゥっていうね、会社のホームページ、作成、ソフトっていうんですか、を使ってるんですけど、そのジンドゥというね、会社も実は本社はハイデルベルクにあるんですよね。なかなかね、面白い街なんですけれども、そこに本社があるラミ、という会社の筆記具は、この機能美をまさに表現している、ものでですね、一番有名なのはこの、ここにある、色がいろいろあるんですけども、これサファリっていうそのブランド名を持つラミの筆記具で、万年筆とか、ボールペンとかいろんないくつかの種類があるんですけど、本当に単純な、なんかおもちゃじゃないかっていうようなデザインですよね。だけど、このワイヤーのクリップのところは非常にね、なんて言いますかね、しっかりしてて、これ刺すとどんなに振っても、飛び出さないんですよね。
そういうふうなものが、機能があったり、それから、キャップを取ってるところがちょっとないんですけど、キャップを取ると持つところがね、三角形になってるんですよね。ちょうどこう、持つ指が、3本の指が合うようにデザインされてるんですよ。まさにこう、バウハウスの機能美というね、考え方を体現している、まあそういう筆記具メーカーです。まあ自らもそういうことをね、言っていますけどね。まあこんな形でですね、バウハウス運動というものが、まあ今に大きな影響を与えているということなんですね。残念ながらヒトラーの気に召さなかったようでですね、ヒトラー政権が成立する33年にバウハウスは閉鎖をされてしまうんですね。まあしかし学校は閉鎖されても、その理念を受け継ぐ芸術家、建築家、デザイナー、たくさん世界中に生まれて今に至っていると。こういう運動ですね。工業デザインの世界では外すことができない、そういうものなので、バウハウス紹介しておきましょう。それから、建築ですけれども、2人目、ル・コルビュジェ、ル・コルビュジェですね、フランス人です。家は住むための機械であると。これもまあ機能美ですね。機能重視の建築、これを主張した人物ですね。国際連合、ニューヨークの国際連合の本部ビル、それから日本の上野にある西洋美術館、これ今でもありますよね。これの実はデザインを行っている、設計を行っている人物なんですよね。で、実はコルビュジェの、特徴っていうのは、ここに5つ、これ実は国立西洋美術館のパンフレットからちょっと拝借したものですけれども、その理念として、柱で持ち上げて、この床の部分を利用するピロティですね。まあ、これは材質がしっかりしたものが使えるっていう、そういう技術的な発展が必要になるわけです。それから屋上庭園から、自由な間取り、壁で仕切らない、それから窓は水平に広く、そして、正面のデザイン、ファサードっていうのは正面のデザインのことですけれども、これを非常にこう、自由なパネルやガラス、ドアですね、そういうものでデザインしていく。まあ、その5つの、ル・コルビュジェが言った5つの近代建築の要点をそのまま体現しているのが、このサヴォア邸というの。これ個人に頼まれてデザインしたものですけどね。まあ、これが非常に有名なコンパクトな作品として知られています。まあ、多分この20世紀の、ね、建築家で最も有名な人物の一人でしょうね。このル・コルビュジェですね。何年か前の、東京外国語大学の世界史の入試問題で出ましたね。ル・コルビュジェね。まあ、今のような話を知っていれば、すぐに答えられる問題ですが、まあ、なかなか厳しいですね。文化、各国のね、様々な文化を重視するね、外語大らしい出題かなというふうに。それからもう一人ですね、これ単発ですけれども、スペインのアントニオ・ガウディですね。この曲面ですか、曲面を対応した、聖家族教会、サグラダ・ファミリアですね。これが最も有名ですね。いまだ未完成、ね、という、そういう作品です。まあ、2000年代の半ばまでいかなくてもできるみたいですけどね。まあ、外から見ると本当にこう、なんか、どうなってるんだろうっていうのが分かりづらいね。そういう、なんて言いますか、デザインしてますけど、内部もまた面白くてですね。内部はちょっと幾何学的なところがありますよね。これ、こう、上を、天井を見上げたところですし、これは内部からステンドグラスを見たところですけどね。なかなかね、中も幻想的でですね。外ばっかり有名なんですけどね、サグラダ・ファミリアは。まあ、このスペインを代表する、建築家、それから建造物ですね。これも覚えておいてください。